ラサール軍はアメリカ合衆国テキサス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6886人であり、2000年の5866人から17.4%増加した。軍庁所在地はコトゥラ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ラサール軍は1856年に設立され、 文明は17世紀のフランス人探検家、ロベール・カブリエド・ラサールにちなんで名付けられた。ラサール軍となった地域には18世紀までコアウィルテック族インディアンが住んでいたが、その後南から来た、スペイン人や北から来た、アパッチ族に追い出された。メキシコが独立を果たした後、メキシコ政府は入植を奨励するために土地特許を認めたが、あまり多くのものは入らなかった。 1836年までほぼすべてインディアンがこの地域を支配していた。テキサス革命と米北戦争の間、ラサール軍を含むリオングランデ川とニュエセス川の間の地域では境界論争があった。無法者が地域を支配し、テキサス共和国もメキシコ政府も統治できなかった。1848年のグアダルーペヒダル後、 条約によって、ニュエセスストリップがテキサスの領土になったが、無法者や敵対的なインディアンの存在によって入植が遅れた。1858年、ラサール軍はベア軍から分離して公式に設立された。最初の開拓地は、ラレドとサンアントニオをつなぐ道路沿いに作られた。1852年、アメリカ陸軍が、現在のアーテジアウェルズ近くにイーウェルトリデを、 そこでは、道がニュエセス川を越えており、旅人を守る必要があった。この取り出は1854年に放棄され、残った住人は、取り出から1.5マイルにあるグアホコ開拓地に移った。1871年までに、グアホコには約60人の住民がおり、その大半はメキシコ系だった。1856年、オハイオ州のウィリアムウェイ王が、 サン・アントにおられロ道路がしぼろクリークを越えるところに牧場を開設した。その牧場の本部は旅人が休息するところとなり、1879年にはウォーズランチョという郵便局ができた。現在のコツラの西8マイルにあった初期開拓地のイブカが1868年に数軒の家族によって設立され、駅馬車の停車場となり、また牛を求める人の市場になった。 ここには1880年に郵便局ができた。1870年、ラサール軍の人口は69人であり、1880年には789人になった。1880年、ラサール軍は正式に組織化され、グアホコに地下地スチュアーツランチョが軍庁所在地に指定された。1880年代初期、インナターナショナルグレートノーザン鉄道が軍内を通った。 この頃、無法者が次第に排除されてゆき、インディアンによる襲撃も1878年が最後になった。この変化によって、軍内に安定がもたらされた。鉄道が開通すると、イウカやグアホコのような開拓地が放棄され、住民は線路の近くに移った。ポーランド移民のジョセフ・コトラが1868年に、軍内に入り、大規模な牧場経営を始めた。 1881年、コトラが所有する土地120エーカーを鉄道に寄付して、コトラの街を作る場所とし、鉄道会社が1882年に、そこに駅を建設した。ジョセフコトラが自分の街を発展させ続ける一方で、ユーカの郵便局長、ジェシー・ラクストンが、線路の反対側にラサールという街を発展させた。1881年に、 ラサールに郵便局が作られ、1882年には一時的な軍庁所在地になった。しかし、1883年に行われた軍民投票で、こちらの町が軍庁所在地になった。軍内に自生するサボテンアメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1494平方マイルであり、このうち陸地1489平方マイル。 水域は5平方マイルで、水域率は0.36%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラサール軍大半の教育は、コトゥラ独立教育学区が管轄している。北西部の小部分は、ディリー独立教育学区が管轄している。1920年代初期、著作家で民族学者の J. フランク・ドビーが、 テキサス大学オースティン校を離れて短期間、ラサール郡にあるおじの牧場で働いた。ドビーは、ロングホーンに関する記事を書いて、その絶滅阻止に貢献し、また、テキサスの牧場生活について、豊富な経験を文章にする望みを発展させた。ありがとうございます。